ステンレスなんで結構ずっしり重たいです。さっきね重たい軸を探しの方はこれおすすめです。でこっちが、クラシカルのこれマテリアル SUS と言います。 SUS ってねまあ、ステンレススチールのことを言う記号みたいな感じらしいですね。スパイラル日割りで考えるとそうそう迷ったら日割りをしてください。これねこんだけね嗅ぎやすくてお手入れも楽ってなったら毎日使っていただけますよ本当に。これ結構重たいです。でクラシカルは後ろにつかないんでこういう感じでショート軸なんですけど結構全体的に重たいんでこれでね後ろついちゃうと後ろすごく重たくなるんでこれはねちょうどバランスがいいですよ。ちょうどいいぐらいです、ね、こういう感じ。この蓋をした時のねこのまっすぐさ綺麗ですね。つなぎ目もバッチリです。ステンレスかっこいい。男性の方とかはねステンレスやっぱいいと思いますよ。このね上から下まで全部シルバーっていうのもかっこいいですよね。でこれもツインズがあります。で、このステンレスのシリーズに関しては両方とも 14,080円税込みのモデルなんでさっきのアルミの分より少しお手頃価格になりますね。そうすごいシンプルで綺麗。そうなんですよ。でこれ私はねこれをねこれは本当にすごいです。さっき、ミラージュとスパイラルも、まあ、スパイラルはちょっと軽すぎるっていう話をしたんですけど、まあ、ここのところが太い分若干下に重みがあるっていう風にねいう話をしたんですけどこれは全体的にステンレスなんで全体的に重たいです。でその中でここがこんだけ太くなっているということは下が結構重たいです。割としっかり、まあ、後ろも重たいんですけど後ろの重みをはるかに上回るぐらいここの部分がしっかり重たいのでこれはねめちゃめちゃバランスのいい軸なんですよ。私も買うんだったらこれだなって決めてますね。2本入りますしね。こういう感じでステンレスどこでも使いやすい落ち着いてていい。そうですね本当にこれはいいデザインですよ。こういう感じ。これに関してはね後ろにつけなくても結構面白いんですけどねバランスもいいですし、まあ、後ろにつけた時の方が全体的なバランスは取れます。低重心低重心ですけどそのこの間、まあ、うちでねオリジナルで作らせてもらった FL に比べてFL とかはこの辺が樹脂で首だけ金属だったんですけどこれは全体的に金属でなおかつここが重たいっていうものなので全体的な重みは結構あります。 50g ぐらいあるんですかねこれはね。ペン先つけたらかっこいい。これ私超一押しです、ね、14,080円税込みです。まあせっかくなんで書いてみよう。ここまでね低重心なモデルなんでこれでもここのここを太くするっていうのはメーカーさん的にはここを太くしたら下が重たくなってバランスがいいからここを太くしようかなということなんですかね。ちょっとさっき見ていただいたらメーカーさんもしお分かりでしたらコメントください。まあ構造的にペン先つけないといけないから太くたまたま太くしたっていう感じには思えないんですよね。すごくバランスがいいのでここのねロゴもかっこいいですね。オモペン欲しいかそう本当に筆圧があんまりない人とかはこれはねバッチリだと思いますよ。ここまでペンが重たいと手の力は本当にいらないです。ただ手の力が逆にあんまりないなさすぎる人だとこのペンを動かすのにも結構重たいのでちょっとたくさん書くと疲れてしまうかもしれないですね。どっちかっていうとまあ男性向けの軸かもしれないですね。うん、シンプルで自己満 150% な軸。これ私は喫茶店でインク出してこれで文字書いてる人がいたら 100% 声をかけますそれは例のあれですねみたいな。磁石につくステンレスなのかな、クロムが多いやつ。そしたら保管パンに、磁石。ごめんなさい、ちょっと今磁石周りにないのでまた聞いておきますね、調べておきますね。あーいいな、やっぱりここまで重たいとこう楽ですね。ぬるぬる感も強いですしね。
まず心の声が出てしまった資質。とにかくいいということで、これは新商品の、うちでね、新しく、新商品じゃないですね、うちで新しくお取り扱いを始めさせていただきましたドリログさんの商品でした。筆圧強めですが軸し滑りますか？そこまで滑らないですね。結構しっとりしてるんで割とグリッピングは安定すると思います。同じアルミで例えば、マット加工されてるものとかだったら、もうちょっと滑るんですけど、これに関してはマット系の塗装とか例えばヘアライン加工とかよりかは、はるかにグリッピングは安定しますね。ガラスペンはペン先終わってしまってから使えなかったのでステンレス安心です。そうですね、これは本当に安心のペン先ですね。ガラスペンだとやっぱりちょっとしたことでペン先が欠けちゃって、まあそういうね、美しさも儚さもガラスペンの良さなんですけれどもね、用途に合わせて例えばさっきコメントいただいてた旅先で使うとかっていうのだとこれがいいかなと思います。でね、もうこの洗うのが楽だっていうのがいいですよね。もうあっという間に綺麗です。しっとりありがとうございます。はい、よかったらご検討ください。それぞれね、ご配送もできますのでぜひお問い合わせください。ちょっとね、あんまりたくさんね、今お店に一応全ラインナップ在庫はあるんですけど数はたくさんないので、よかったらお早めにご検討いただければと思います。定番品なんでね、お持ちいただく形になると思いますが、また入荷はあるのでご予約でも受けたまわります。はい、ということでメーカーさん、ご覧いただいててありがとうございました横書きできますか？あ、できますよ。はい、全方向を書けますよ。めちゃめちゃいいですよね、これね。さあ、で今日はね、実はね、これ以外にもね、いろいろ持ってきててね、ただもう気づけば46分なんですよね。ちょっと興奮しすぎました興奮しすぎてしまった。最初の方にアイリスも吸入したのがなんかもう遥か遠い記憶のように思うぐらい興奮してしまいました。失礼いたしました。素敵なペンをありがとうございます。これは買うぞ。お金が飛んでいってるお金がね、飛んでいってもこのね、ロリログでこう探求と対話をね、これでね、こういろいろ新しいことにチャレンジしていってね、新しい知識を開拓していっていいと思います。ドリログ貯金始めます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。で、今日はいろいろ他にも持ってきてて、最近出たね、パイロットさんの SE ね、この綺麗な樹脂のやつとか、あとアイオンの今年の限定色ね、出たんでこれも持ってきてて、あと10分ちょいなんですけど、このね、最近出たカランダッシュのゴリアトシの新色をちょっと描きたいなと思って、こちらこそ詳しくご紹介していただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またいろいろ教えてください。はい、楽しみにしております。そうで、今回ゴリアトシの新色が出ました。あー、こんばんは、ジャスミンさん、いつもありがとうございます。ハリワちゃん出遅れました。もう大興奮シーンがね、さっきまで行われていたので、よかったら後で IGTV で見てください。ヘイデイジ SE 欲しい。本当ですか？ SE もちょっと話したいな。カランダッシュ、そう、誕生日プレゼントに旦那におねだりしてみようかな。あ、いいじゃないですか、いいと思いますよ。で、今回出た新色はバイオレット、パープルか、パープルとターコイズです。両方とも M 中字ですね。で、まあどれかに入れてね、書いてみようと思って探してたら、これクレムヤスタイルの去年の限定色がパープルがあったんで、これにパープルとピンクのここのクリップのところがね、ターコイズっぽい色なので、こういう感じでね、入れてみようかなと思います。あ、小日向さんのところで見た2色。そうそう、小日向さんもね、カランダッシュ大好きですもんね。私もツイート拝見いたしました。よいしょよいしょ。これはね、またね、気持ちいい色なんですよね。女性のボールペンで、こう舶来のメーカーさんでね、面白い色もうちょっと出してほしいなって思ってたところだったんで、やっと来たかっていう感じで待ち望んでいた新色でございます。限定色じゃなくて新色っていうところが嬉しいですよね。いつでもまた買っていただけるっていうのも、私たちも案内がね、嬉しいです。これね、限定色ってなっちゃうと消耗品なんで、こう、あ、これ使い切ったらなくなっちゃうんかって思うと寂しいですけどね。ちょっとキャップが硬いですね。あ、近々行きます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。あ、ターコイズのパープルのリフィル買いました。あ、ありがとうございます。ちょっとめちゃめちゃ硬い。はい、書きました。よし、じゃあ入れて書いてみますね。
よいしょよいしょ。外から見ても一緒なんですけどね。よし、書いてみます。じゃあ新しいページに。うわー、いい色。こう油性インクでここまではっきりした色って出るんですね。こう油性インクだとちょっとこうくすみがちなイメージがあるんですけど、本当に綺麗な紫です。これはで定番なんで1210円税込みの価格設定ですね。キャップ固くて羽開けましたうまーってやったんですか私も次開かないときはちょっと画面の外で羽で開けるかもしれないです。あー、ターコイズって書いてありますけど、私の中でターコイズって結構緑が強いイメージなんですけど、これはかなり水色に近いですね。あー、でも爽やかな、いい色ですね、ターコイズ。素敵。こういう感じです。いい色ですね。パキッとした綺麗な色です。万年筆のインクが今いろいろ色があるんで、そういうね、こう紫とか明るいブルーとかいろんな色使いたいな、でもここはボールペンの方が便利なんよなっていうね、そういうシーンでもこれはバッチリだと思います。アンデスプレッソの紫に入れたらいい感じですね。絶対いいですね。アンデスプレッソの紫お持ちでしたらぜひ。でね、このターコイズはね、前に出てたクラインブルーのね、あの芯に入れてもいいと思いますし、両方欲しいね。オリアット芯なんでね、8000メートルはかけますからね、これでたくさん書いていただけますよ。 M だけですが、 F も出ますかね。現時点では M だけですね。でカランダッシュの、グリーンの芯も M だけなんで、今のところお作りが、そんなにすぐに増えることはないかなと思います。やっぱりね、海外のメーカーさんなんで、まあ向こうの国はね、中字の需要が一番高いっていうのもあるんで、まあ M がしばらく、メインで作られるかなと思います。現時点でね、細字が増えるよっていう案内はないので、まあしばらくはないと思いますね。愛用のパープルに同色リフィール欲しい。いいですね。で849ってこう毎年ね、限定色が出てたくさんお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、全部黒とかだとちょっとこう面白くないというかね、なんかあれもこれも中身は一緒の色かってなるよりかは、こう色鉛筆に近い感覚じゃないですけど、これだとね、細身なんで何本か持ち歩いて、お手帳とかでちょっとこう主張したいところはパープル使う、ターコイズ使うとかいう使い方してもいいと思います。でプラス今ちょうど、長沢ペンスタルデンでカランダッシュフェアをしておりまして、税込み 19,800 円ですね。なのでエクリドール以上のモデルになるんですけれども、税込み 19,800 円以上のお求めで、ブルーのロイヤルブルーの M の返信を1本プレゼントいたしますのでね、よかったらそれもぜひご検討ください。こうエクリドールのあのシルバーの軸からブルーが出てきてもかっこいいですし、で、まあ、追加でこういうのを1本お求めいただいて、気分に合わせて黒とブルーとターコイズ、パープルとか言ってね、使い分けても楽しいと思います。あ、ネスプレッソに入れたくて追い返しました。あー、本当ですか。バッチリですね。絶対バッチリですね。ネスプレッソのパープルもうちのお店が残りね1本だけちょっと前お店に出てたんでね、この1時間ぐらいで売れてなければまだあります。よかったらお問い合わせください。ということで、これは新色のコリアト新のパープルとターコイズのご案内でした。ペコリペコリかわいい顔文字。さあ、でアイオンももうあと5分なんですけど、話せるかな。あ、アイオンちょっとまた次にしましょう。今日はね、いいものを持ってきました。もうはぁはぁ言ってきました。ちょっとドイログで興奮しすぎてはぁ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 してしまう。これちょっと興奮しすぎましたね。かつてないほどの興奮でした。よし、じゃあお知らせ、素敵なお知らせがあります。
でね、SE はね、実は今月末の25日にも告知出しましたけど、パイロット祭りをやります。パイロット集まれっていうね、お祭りをパイロットさん全面協力の上で配信をしますんで、その時にパイロットさんのいろいろね、ジャスタスとか、まあ、カスタムのね、少し前に質問いただいてましたけど、特殊ペン先とかの配信をしようと思うんで、その時に SE の話も少しできればなと思います。アイオンユーザーなので次回も楽しみです。あ、ありがとうございます。またどっかでね、ゲラライブでやろうかな。今度すごい、エクリロール XS のオリフィールありますか。純正だと黒しかないので、4C タイプなんでね、企画は三菱さんのジェットストリームとか、他のメーカーさんの作ってる、多機能用の多色用の、リフィールで使っていただけますので、まあ他のねメーカーさんちょっといろいろ試していただいて、いい相性のものを、書き味がね、いいものを選んでいただければと思います。トリログ買いたい、買ってください。これは本当に大興奮ですよ。もう興奮しすぎてもうヘトヘトです。さあ、お知らせです。今月末、4月の30日とあと5月の1日金曜日土曜日の2日間で、神戸レンガ倉庫店の方でガラスペンマルシェというイベントをやります。2日間ね、私も、神戸レンガ倉庫店の、お店の隣かなのブース、イベントブースがあるんですけど、そこで2日間やります。私も2日間とも立ってるんで、よかったら遊びに来てください。で、そのイベント用にオリジナルのガラスペンを作っていただきました。で、それが、サンプルがね、今日届いたんで、2つ。実はね、まだ増えるのかっていう感じなんですけど、とりあえず2つ、今日届いた分をね、ご紹介したくて、今日お持ちしました。イエーイ。パチ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 。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パイロット楽しみです。ありがとうございます。そうそう、いろいろね、でもパイロットさん、商品のラインナップすごく多いですからね、全部喋りきれるのかっていうね、全部は無理なんでね、ある程度ピックアップしてお話ししようかなって思うんですけれども、お、あ、あ、いつもありがとうございます。あかんも破産する。おー、ガラスペン、そうなんです、ガラスペン持ってきました。さあ、でね、詳しい内容はですね、明日以降公式のブログに詳細のね写真とかが載るんで、今日は私はチラ見せということで、チラ見せと書いてみようということでね、もうクラクラしてきました。めまいが。わかる、私もこのままだとペン破産しそう。破産しないように、破産しないように、してください。破産はね、避けましょう。さあ、まずさよりさんというメーカーさんです。じゃーん、これね、これもうちのオリジナルで作っていただきました。行きたい、目の保養、ドリログ、ドリログ、ドリログ、財布からお金が飛んでいって泣いてる。いや、お金が飛んでいく、お金はね、確かにね、飛んでいっちゃいますけど、その代わりにこんなに素晴らしいペンが入ってね、ペンでいろいろ書くことによって、まあ人生が潤うと思えば、お金はね、まあお金は大事ですけど、こうお金を使って何を買うかとか、どういう風な価値のね、あるものをこう手にしていくかというかね、まあ経験を買うじゃないですけど、自分がこの後使うものを買うことによって、まあ、ペンで文字書くことが楽しくなってね、こう、あ、もっと文字書きたいから、じゃあこういう勉強を始めてみようかなとか、興味のあることをちょっといろいろ書いてみようかなっていうことにつながっていくと、こうね、これから先のね、いろんなことのきっかけになると思うので、うん、いいと思います。というのがね、超おすすめ。ひわりひわり、うるおいうるおい、B、そんなもどかしいことされたら今晩寝れない、寝てください。じゃあこれね、わかります、すっごいショート軸なんですよね、軽いです、こういう感じで、ここの首のところがくぼんでるので指にフィットします。そうですね、お金を素敵なものに使って人生を潤す、うん、そうしてください、ぜひね、破産しない程度に。素敵なペンと過ごす時間、プライスです。そう、ありがとうございます。あ、いつものね、トナカイの方でも欲しい。さあ、書いてみよう、書いてみよう。あ、ガラスペンだからちょっと明るい色にしようかな。明るいね、このさっきね、店長のアイリスに勝手に入れたオージチェリーにします。文房具は生涯の楽しみですから、アラカンおばちゃんより、あー、生涯の楽しみ、うん、いいですね、文房具はね、本当に
今特にねやっぱりこうまだまだ自粛時間が続く中でお家でいかに過ごすかっていうのもね、まあテレビ見たりとかスマホでいろいろ情報収集するのも楽しいですけど、やっぱりこう自分でね一人でこう文字書いたりとかいろいろ考える時間も必要だと思うので、万年筆など好きな文具は日々の潤いですから、30日に行くか1日行くか悩み中をお待ちしてます。ちょっとね あんまり広いブースじゃないので混雑状況によっては入場制限すると思います。またその辺もね詳しくね公式の方で発表しますので少しお待ちくださいね。さあこれはさよりさんのおー、私初めて書いたんですけど、おー結構ね、ペン先が細いんで、カリカリサクサク系の書き味です。ガラスペンでここまで細いのも珍しいですね。で、何がいいってここまで短くて本体が軽いのでめちゃめちゃ楽です。ガラスってね、どうしてもこう重たくなっちゃうとたくさん書いた時に手のこの辺がちょっともう筋肉がっていう感じになってきますけど、これはその心配はないですね。ショートなんでね、こうコロンと置いてても可愛いですしね。こんばんは、だいぶ出遅れた。あ、牛さん、今日お見かけしないなと思ったら名前も可愛いですね。ね、あ、やばい、もう時間過ぎてるけどもうちょっとだけ喋らせてください。すいません。さよりさんとなさんのオリジナルグラスペン、さっき書いたカランダッシュの M の芯より若干細いぐらいですね。ね、ここまで細いガラスペン珍しい、いいですね。今竹中さんに用意したい。怖い怖い。カキカキしてデトックス。ああ、そうですね。カキカキしてね。書くことによって自分の中で整理ができたりしますしね。それも素敵なことだと思います。これね、さゆりさんのうちのオリジナルで作っていただいてるガラスペンです。で、もう一回言います。一つ坊さん。これ沖縄の作家さんですね。うちでも、これが定番かな。でもね、すごい人気で入ってくるとすぐなくなっちゃうんですけど、こういうね桜のガラスペンとかを作られてる方なんですけれども、さよりさんもさせさんもはせさんも欲しいガラスペンの宝石箱イベントは挟んだ。ショート軸手にフィットして好きですね。本当にいいですよね、ショート軸のねミニペンガラスペンで、この桜と同じボディで作りましたよ。皆さん色って何色が好きですか？こう結構ねいろんな方がいらっしゃるんですけど、まあうちのね店長だったら、緑好き、緑だったりとか、よくねご覧くださってる方で黄色好きな方、パブル好きな方ね、ピンク好きな方、いろんな方いらっしゃいますが、キャワイイビそうそう、これはね定番の桜なんですよ。またお店の方、お店は今欠品中なんで、次はイベントでお求めいただけますかね。ピンクが好き、皆さん何色が好きです？グリーン一択です。お、ちょっとニャンコのペンホルダー探さ、あ、そうそう、ニャンコのペンレストですね。はい、ペンレストもありますよ。みんな何色が好きなんやろ。ブルー、お、ブルー、グリーン、ピンク、紫とピンク、ブルー、オレンジ、ソラさんありがとうございます。青、うん、青ね、ブルー、あ、青は圧倒的に多いな。もうブルーの方はブルーブルーなんて、あ、ピンク、あ、ブルーがやっぱり多いですね。ブルーが好きな方と、あと緑が好きな方結構いらっしゃいますよね。あのね、青緑ってどうですか？ね、ボーってつける意味がなくなっちゃうかもしれないですけど、ボー小気道さんがね、なんか青緑、同好会みたいなのねされてますよね。あ、青緑、おー、青緑らですよ。し、青緑らの方、緑好きな方、青好きな方、こんな憎い色を作ってもらいました。じゃーん、青緑、これどうですか、この色。またこのね、流れるような柄、うわー、あ、こんばんは、福田さん、こんばんは。こんな感じの
限定です、これも出ます。なんや、青緑も好きです。この柄もね、一本一本違うんですよね。これなかなかいい色じゃないですか。あ、こんばんは、ひとつぼうさんですか。そうです、もうちょっとこういう感じ、ここが細くなってるので、ちょうどこの手のここにね、くぼみがフィットする形になります。天然石みたいです。あー、いいですね、天然石みたい。こんばんは、休憩があと少しで終わる。あ、まいまいさん休憩中、あ、お仕事中ですか、頑張ってください。ガラスペンマルシェ、いや動揺、めっちゃ動揺。そう、ガラスペンマルシェで作っていただいた、限定色です。そう、ペン先も綺麗な色なんですよね。そう、この乳白にこの流れるように青緑がムニュムニュとあるのがね、素敵ですよね。抹茶ゼリー味ある、あー、わかります、美味しそうですよね。で、しかも私はまあこういう軸を見るとね、ルーペで見ちゃうんですけど、しかもね、ラメ入ってるんですよね、細かく。多分なんですけど、このグリーンの、あー、違うかな、グリーンのガラスペンのガラスの中にラメが入ってますね。白いところは白なんですけど、この緑が重なっているところにラメがキラキラと入ってます。うわぁ、あ、水熱中して見てしまった。あ、こんばんは、ありがとうございます。美しい、そのペンに栄町に、あー、いいですね、大人っぽい。またまたルーペすぐ見ちゃう。書いてみます。で、これはさっきの、ショート軸と違って結構大きいので、例えばなんですけど、ペン割と上の方持つよっていう方とかバランスバッチリいいと思います。結構倒して書かれる方とかね、万年筆使い慣れてる方はこのぐらいのサイズ感の方が使いやすいと思います。一粒、あー、いいですね、これも結構ペン先細いですね。あとペン先がすごく大きいので安心感があります。結構サクサク系ですね、これも仮サクです。ペン先が色付きいいですね。あー、そうですね、ルーペいいな、ルーペ置いてますよお店に、よかったらまた問い合わせください。こういう感じです。さっきの沙織さんも細かったですよ、ひとつぼうさんも細いですね。こんなお仕事みたいな人間ってよかったと思う今日この、あ、この方もワンちゃん、ここさん、これワンちゃんかなね、今日なんかあれですね今日名言いろいろ生み出されてますねはい、これもね、イベント限定で、これもまた明日以降ブログで詳細な告知上がると思いますので、ぜひチェックしてください。さあ、ということでね、今日は7分オーバーしてしまいましたが、まあ今日はね、本当にもう私一押しのね、ドリログのねペンを紹介できましたし、店長のねアイリスの吸入式もできたので、あのね、ちょっと紹介できなかったペンもたくさんありましたが、はい、良かったのではないかなと思います。ね、ドリログさん本当にいいですよね。あ、ルーペ買いに行きます、買いました、待ってます倍率がね、いろいろあるんですけど、竹中と同じ倍率だったら12倍ですね。やっぱり12倍ぐらいがペン先見るときとかはね、しっかり見えるんでおすすめです。コロナ明けたら沖縄のアトリエに行きたいです。あ、いいですね、旅行を兼ねてね、いいと思います。竹中さん、インスタライブも接客も上手だな、ありがとうございます、嬉しいです。またあの、ぜひお店にも遊びにいらしてください。近くの方かな、内容が濃かった、ありがとうございます。そう、今日内容濃かったというか、もうドリログさんのあの素晴らしさをなんかもう大興奮気味で語ってしまうっていうね、やばやば配信でしたね。ちょっと本当メーカーさんにドン引きされてないか心配ですね。お会いしたこともないのに突然大興奮で、ね、商品のことを話しまくるっていうね。 IGTV 残るかな、はい、頑張って残します。後ほど最初から IGTV 拝見しますね、ありがとうございます。ね、テンション上がりました。明日の店長の反応気になる。あ、エイテージお取り置きしてもらってます。あー、わかりました、ありがとうございます、また待ってます。はいはい、わかりましたよ何の写真なんやろ、ギターかな、緑のギター。毎度、あ、毎度かなつさん、月末遊びに行きます。あ、マークさん待ってます、めっちゃ興奮しちゃいました。この興奮をリアルタイムで共有できてよかった、ありがとうございます。欲しいものたくさん。今日はちょっとこのアイコンのね、いちごミルクがちょっとあの
記憶に残ってるので帰りにいちごミルクを買っちゃうかもしれない。欲しいものたくさん、店長本名を忘れてしまいました。ヨーダさんとしか覚えてない。買いに伺いたい。あ、待ってます。今日間に合わなかったら IGTV 見ます。わかりました、見てください。工場見学ぜひ。あ、本当ですか、本当ですか。行きますえ、行きますえ、これちょっとスクショちょっと誰か撮っといてください。やったー、今日も眼福でございました。早くお店に行きたい。ありがとうございます。今日は最初からずっと興奮しまくりでした。あ、じゃあ、今日復習をね、ちょっとしますね。まず、今日はまずですね、電話で遠いと思ってましたが、行ってみると近いと感じてしまった。足を伸ばしてお出かけしまくるかも。またお待ちしてます。店長の反応見た。明日それ配信しようかな。さあ、今日はまず、店長の私物のスイスビー、アイリス。ブランジャー式の万年筆ですね。これの吸入式を行いました。ブルーブラック系のインクデートリクエストを受けておりましたが、ね、ちょっとねラブリーな店長になってほしいというのと、薄い色の方が可愛いと思いましたのでピンクの、インクを入れました。店長すいません、ピンクを使ってください。で、これの吸入なんですけれども、ボトルからの吸入もできますが、専用のこういうね直結するボトルがあるので、これで吸入したシーンも今日ね配信してますので、よかったら最初から見てください。すごい感じします。ありがとうございます、マントさん、やったこんばんは、動画楽しみしてます、ありがとうございます。で、これは今日入れましたね。お店の方に、商品もまだございますので、 EFFMBスタブ 1.1 とあります。14,300円税込みです。スタブだけ1000円高いです。で、その後大興奮配信をいたしました、最近ねお取り扱い始めさせていただいたドリログさん、これ、衝撃的なことにね、ペンのメーカーさんではなくてですね、金属の部品の、加工されているメーカーさんなんですが、もうねもうこれ以上喋るとまた興奮しちゃいそうなんで、サクッと言いますが、本当にペン好きのこうハートを射抜いてくるねペンで、ペン先とボディは別の販売になります。これもご配送できますので、よかったら、チェックしてください。何度見てもアイリス可愛いな。アイリス可愛いですよ。あ、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとねでももう終わっちゃうんですよ。仕事してきます。はい、行ってらっしゃい、頑張ってください。ドリログ前から気になってました。そう、ドリログね、ドリルとダイアログの組み合わせた言葉です。これでね皆さんも覚えやすいかと思います。私は最初ドリトル先生と覚えておりました。はい、ドリログです、お願いします。でもね、あとはパランダッシュのゴリアット芯、新色が出ました。パープルとターコイズです。今フェアもやってます。 19,800円税込み以上のお求めで、ブルーの M の返しもつきます。ブルーもすごい綺麗な色なので、よかったらこの機会にお試しください。ドリル、竹永さんのおかげでちゃんと覚えました。そう、ドリルとダイアログです。はい、ドリログ覚えてくださいね。あ、本体の、あ、BGM が運動会の曲だ、お前走り出さなあかんで、今月末と来月の頭は4月の30日と5月の1日にあるガラスペンマルシェのイベントで、発売する作家さんとうちの長澤の限定のガラスペンを紹介しました。ちょっとねまた増えると思いますが、さよりさんと一つ坊さんです。 BGM で笑っちゃった意外と BGM まであれですね、しっかり聞こえてるんですね。恥ずかしや恥ずかしや。で、ドリログの、カラーとかモデル名なんですけど、もし分からなければこ の, あの IGTV とかね残ってる分をスクショ取って、あのこれが欲しいですっていう風にね、あのお問い合わせいただければ、もちろんあの全国ご配送もさせていただきますので、よかったらご検討ください。何回もリピしちゃうかい、眠れないな寝不足になって しまう。パブリフィール買いに行きます。はい、お待ちしてます。はい、ということで今日もありがとうございました。もし質問があれば少し質問タイム設けますんでコメントください、ね、そうこう話してる時もずっと後ろの BGM がね壮大な感じになってますが、よし、そうか、じゃあドリログさんの、工場見学にあの来てくださいってね、メーカーさんから今あのお許しがね出たので、ちょっとねコロナ落ち着いたらぜひお邪魔したいと思いますね、あんなことやこんなことも聞いちゃおう、楽しみです。
よし。さあ、質問大丈夫そうですかね。何か今日配信した内容で、これちょっと確認しておきたいなとかいうことがあればコメントください。なければガスペンの価格なんですけれども、ごめんなさい、ちょっとね今日はね試し書きと商品の紹介だけなんで、また詳細なスペックは、ブログの方でご確認いただければと思います。ロロマ M5 対応ありがとうございました。楽しみに待ってます。ありがとうございます。ロロマ M5 バッチリでしたよ。楽しみに待っててくださいね。よし、大丈夫そうかな。で、ドリログはこれ、ドリログでいいんかな。ちょっとね、発音が初めて聞いた言葉なんでね、どの発音が正しいかわからないまま喋っていましたが、ドリログです。カランダッシュ色鉛筆計画ですが、赤なら何ですか？ボディ？赤だったら、まあ849のスイスフラッグとかもいいと思いますね。スイスの国旗の分ですね。あれも可愛いですし、まあクラシックのね赤でもいいと思いますけど、エクリドールレーシングも素敵です。ちょっと今日持ってこれてないんですけど、エクリドールの黒いボディでタイヤがモチーフに、車のタイヤがモチーフになってるんですけど、赤いラインが入ってるんですね。それもすっごくかっこいいんです。そこにね赤の芯入れたらめちゃめちゃかっこいいと思います。よかったら、エクリドールレーシングで調べてみてください。最近ねペンシルも出たんで、お揃いで持ってもいいと思います。最後の最後にドリログ、あ、写します。ドリエル、あ、ドリエルと同じ発音、ドリログ、ドリログあ、ドリログ工場見学ライブ配信希望しますね。してもいいですかしたいね。でもこんなね、あの精密な機械をペンをね作ってるところは多分企業秘密じゃないんですかね。どうなんだろうね、写せるところだけでもね写せたらね、どんだけな発音、ドリログってことですかステンレス欲しい、あ、ステンレスぜひ、ステンレス2種類です。両方とも 14,080 円で、クラシカルとツインズ、私の一押しはツインズね。価格も一緒ですし、これ2本入りますし、このバランスすごくいいです。これはね結構全体的に重たいんで、女性の方だとあのすごく手のちっちゃい方とかはちょっと後ろ重たいかなっていう方がいらっしゃるかもしれないです。はい、ぜひご検討ください。これいいですよ。私も買うんだったらこれです。店長も買うんだったらこれだって言ってました。はい、ピンクインクの店長です、はい、さあ大丈夫そうですかね。ということで皆さん今日も、ごめんなさい20分ぐらいオーバーしてしまいましたが、ご覧いただきありがとうございました。今日ご紹介した商品は、全国ご配送も受けたまっておりますので、よかったら店の方にお問い合わせください。もちろんお店の方でもねお求めいただけます。試し書きもしていただけますので、よかったらまた遊びにいらしてください。でね、今月末は、30日と5月1日ガラスペンのね、ガラスペンマルシェのイベントがありますんで、それもね私も2日間行くんで、ライブ会場からねちょっと配信できればなと企んでおりますので、はい、よかったらお越しいただければと思います。それでは皆様ありがとうございました。長沢ペンスタイル伝の竹中でした。